さんどうも。橋本でございます。前回に続きまして、ベートーベン交響曲第4番、今日で第一楽章最後の解説動画となりました。5回目の今日は、423小節目から残り全部を解説していきます。423小節目から431小節目。まずボーイングですが、最初ダウンアップと入った後、424小節目から1小節おきに出てくる前半のこのスラーは、最初のスラーをダウンで入った後、後半の四分音符2つをアップアップのこの繰り返しで弾いていただきたいと思います。で、ポジションですが、428小節目、ここで正が出てきますので、ここだけ第2ポジションを使います。アーとベの前のスラーを1、1と取って、で、正とまとめて4で取った後、最後のベと次の小節のアーを2、1、もしくは4、2、どちらかで取っていただきたいと思います。改めて通していきますと、5小節目から2小節間、そして439小節目から2小節間のボーイングですが、ここは2小節間をダウンからの弓順で弾いていただいても構いませんし、436小節目と440小節目の S、F を両方ともダウンで弾いていただいても構いません。もしくは、このどちらかを選択していただきたいと思います。で、443小節目からはもうシンプルにダウンからの弓順で弾くようにしてください。車線は一つになりますので、間違ってトレモロで弾かないように注意してください。454小節目、458小節目、そして460小節目のボーイングはいずれもダウンからの弓順で弾くようにしてください。で、その次の461小節目ですが、この F の態度のバッシュはフォルティッシモになりますので、途中で返してダウンアップと弾いた後、次のアフタットになります16分音符をアップから入って、463小節目から2小節間は全てダウン。で、465小節目から2小節間は両方ともダウンで弾いていただいても構いませんし、2小節間を弓順で弾いていただいても構いません。弓順で弾いた場合で461小節目から通して演奏します。このような形でおきます。続いて467小節目、ここはポジションを説明していきます。最初のベなんですけれども、ハーフポジションで1で取って、ここから第3台の中間ポジションに跳躍して、デベデを242と取っていただいても構いませんし、あるいは初めから第3台の中間ポジションからスタートして、下のベを A 線で1で取っていただいても構いません。こちらで取ると異弦の幅は大きくなってきてしまうんですけれども、この1小節間を全て同じポジションでまとめて取ることができます。両方もう一度弾きますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。次の小節はベ F ベになりますので、ポジションを変えずに D 線と A 線で444と取っていただいても構いませんし、あるいは G 線と D 線で1もしくは24どれも使っていただいても構いませんので、 G 線と D 線で取っていただいても構いません。471小節目のポジションは2つのパターンを説明します。まず1つは G 線1本で取る方法、 F を第5ポジションで4、 D を1で、 F を再び第5ポジションで4で、414と取る方法になります。で、2つ目は同じポジションでまとめて取る方法なんですけれども、第6ポジションを使って F を1で、 D を D 線に移って3で、再び F を一度こちらでまとめて取る方法になりますので、どちらかを選択していただきたいと思います。で、472小節目以降は D、B、D、これは先ほどと同じ要領で第3台の中間ポジションで242とまとめて取ります。で、473小節目も同じポジションで取っていただいても構いませんし、 G 線と D 線を使っていただいても構いません。改めて467小節目からゆっくり下テンポで通して演奏します。このようなポジションとなります。477小節目からのボーイングは最初ダウンで入った後、次の小節はアップアップと弾いて479小節目をダウンで、同様に481小節目もダウンで、482小節目はアップアップ、このように弾いていただきたいと思います。そして483小節目からのポジションですが、最初のベはハーフポジションで取ります。で、ここから一気に第5ポジションまで跳躍して F、S を4、1とまとめて取ります。ここまでよろしいでしょうか。で、次は D、C になりますので、第3ポジションで D を4、C を1、最後はベ、ア、ベ、これは第2ポジションで、
第1ポジションで、ここは212と取っていただきたいと思います。ゆっくりいきますと、ここまでよろしいでしょうか。で、486小節目からですが、最初は F、C になりますので、第2ポジションでまとめて取ります。 F を1で、C を4とまとめて取った後、次はで、今ハーフポジションでまとめて取ってるんですけれども、第1ポジションを使ってもまとめて取ることができます。ベー、アーを21、ゲーは解放、最後は F、A、F になりますので212と取ります。ハーフポジション、第1ポジション、どちらでもまとめて取ることができます。後半487小節目から4小節間は全てハーフポジションでまとめて取っていただきたいと思います。ゆっくりいきますと、この4小節間はこちらでまとめて取るようにしてください。そしてこの8小節間のボーイングなんですけれども、483小節目、最初のベーはダウンでいきます。で、次の F はアップで弾いてしまいますと、ベーと F の間で根元から指先に無理やり移動しないといけなくなりますので、非常に弾きにくくなります。この不利な要素を解消するために、ここはダウンダウンと弾き直しを行っていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、で、ここで弾いた後485小節目の F がアップで入りますので、ここも逆弓にしてアップから一弓で弾いていただきたいと思います。この4小節間はこのような形となります。で、487小節目からは先ほどと同じ要領でダウンダウン、アップアップと弾いていただいても構いませんし、あるいは487小節目までダウンで弾いた後、次の小節でアップとここで解明する方法になります。その後音量が大きくなっていきますので、この後半の4小節間でダウンダウンアップで、ダウンダウンアップ、この繰り返しで弾いていただいても構いません。返した場合で後半4小節間をゆっくり弾きますと、後半4小節に限ってはこのように弾いていただいても構いません。改めて483小節目から8小節間を通して演奏します。このような形になっています。491小節目以降のボーイングなんですけれども、ポイントは495小節目アフタクトから始まる3回の3連符。譜面上は3連符のみスラーがついていますので、本来はアップダウンアップダウンを繰り返して弾くんですけれども、テンポが速くてどうしても弾きにくいと感じるのであれば、331小節目と同様に3連符、この四分音符を1つのスラーでつないで弾いていただいても構いません。その場合495小節目アフタクトをアップで入りまして、で、その後ダウンアップという弓順でいく形となります。繋いだ場合でゆっくり弾きますと、譜面通りに弾くのが難しいのであれば、このようなボーイングを取っていただいても構いません。で、終わりに小節間はフォーティシモが続きますので、ボーイングは両方ともダウンで弾くようにしてください。はい、第一楽章は最後まで解説をさせていただきました。ベートーベンの交響曲の第一楽章ということで、テンポが非常に速いので、まず慣れないうちは必ずゆっくりしたテンポから練習していただきたいと思います。そして最後にも説明しました随所に出てくるこの3連符のフレーズ、譜面通り弾くのが難しいようであれば、301小節目のように1つのスラーでつないで弾いていただいても構いませんので、技術に応じてボーイングを決めていただけたらと思います。第一楽章の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問リクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。